バトル・オブ・ビリオネアーズは、WWE のレッスルマニア23で行われた、試合形式。日本語訳は奥万長者対決。WWE の会長兼 CEO、ビンス・マック・マホンに、当時、米国の不動産業として君臨していた、ドナルド・トランプが、RAW にて、ビデオレターで、宣戦布告をしたのが、ことの発端。両者もに、ずら疑惑があったため、 大レスラーに試合をやらせて、負けたレスラーの方のマネージャーがつるっぱげにされるという、なんとも大人げのないおバカな対決。あまりのバカバカしさを、全米の二人の大富豪が、大人げもなく、本気で勝負することで、米国の各界セレブや、世界中のファンが注目する億万長者対決となった。前哨戦の情勢では会場に、本物の100ドル紙幣の雨を降らせたり、 代理のラシュリーが、包囲網を軽く突破したりと、トランプ側が優勢。スペシャルレフェリーには、役員会側が、ビンスと因縁のある、ストーンコールドスティーブ・オスチンを招き入れ、波乱万丈の対決前だった。調印式ではトランプがビンスにビンタを見舞ったり、リングでの最長印式では、突き飛ばして、机に腰を叩きつけて後頭部から落とすなど、トランプがかなり強気な態度を示す。 この時に、WWE のインタビュアーが、ハリウッドスターたちにアンケートを取ったら、ほとんどがトランプを支持しており、ザ・ロックまでもが、ビンスが負けるだろうと、テレビで述べている。ビンスは、馬がとアルマンド・エストラーダを迎え入れて、ビンスチームを結成。トランプは、ボビー・ラッシュリーをパートナーに迎え、トランプチームの結成となる。ラシュリーは当時、カップリング・ウィズ世界ヘビー級王座を、 保持し、馬川当時 WWE、インターコンチネンタル王座を保持した、タイトルマッチも兼ねていた。米大統領選、トランプ躍進の陰に、プロレス経験ありプチ、カシマコラム。http://dailinewsonline.jp://article//1102332/2020 年11月6日閲覧 トランプ米大統領、CNN に、タックル動画投稿。ロイター通信。https, j p r e u t e r c o m アーティクル、トランプタックリング CNN エジップ文19、欧ー,ー 3M2020 年11月6日閲覧。ありがとうございます。